男子 500m リーグの決勝です。4年の柏原が昨日42秒02、柏原君、三走に西村君、そして柳沢君、さあ2位争いは非常に混戦、柏原君が1つ抜けた、豊志田、大町が昨日水津川か、松本国際、柏原君、豊志田、松本国際、41秒。